11月の30日で、これからね横浜のホットロッドカスタムショーの会場に行きます。で僕はね出店しないんですけど、友達がブース出すっていうんで、1人ね滋賀から1人で来るやつがいるんで手伝ってほしいって言われて今向かっております。まあちょっとどんなバイクと車が来るか楽しみなんで、動画撮っていきたいと思います。では行ってきますつけないと無理っすよ。全然無理やんこんなん。本当だ、いた。そうです。かっこいいバイクありきですよ。昔化けたなこれ。Thank you.
おお、久しぶりじゃん。お手伝いですか。お手伝い、暇つぶしに来たんだよ。暇つぶし。あれ前もいましたよね。前も以上いるよ。照明。照明はもう今回やんない。やんないけど仲間が。お酒。オイルクーラー。ねえ、どっから取ってる。これ。ああ、それこれはヘッドに回るやつ。もう単純にこの戻し用だ。ここに入れて、それを前にやって。ああ、そうか、そうか。僕の黒がね、なんかこの色とね、マフラーでね、全部消えちゃったんですよ。確かに、なんかすごいいいものだね。よくわからないあれ、シート欲しいなシート欲しいなもう多いんだもん。ちょっとテクテクって言っといてよ。多いんだけど。テクテクって言っといてよ。マジか。ハイエース乗ってってもじゃあテクテクしてこようかな。表のコンコースも車両移動を支給お願いいたします。ホンダのフィット解散に伴いまして、この後スタッフ準備に取り掛かります。残り3時間少々でございます。ディスプレイ、クリーンネス、設営、残り3時間で皆様、お呼びいただきますようご協力ください。午後5時を過ぎますと会場内、また、明朝皆様のご入場午前7時、7時からを予定しております。
関係者用チケットをご提示いただきまして、一般入場の8時から前倒しの、引いてなかった、受けてなかった、出なかった、ごめんなさい、すべてお断りさせていただきます。この販売も1枚3800円で、受け付けていたしております。またオプションのコンセント、テーブル、椅子と、まだ若干空きがあるようでございます。ディスプレイ中、追加がやっぱり欲しいというような方いらっしゃいましたら、こちらも受付にいております。できました、なんとか。なお、こちらも例年通り、通電チェックが午後4時に行っております。コンセントのご注文されている方々、大変恐縮ですが、臨機応じの関係上、通電チェックは午後4時以降になります。バイク屋さん、あ、もしもし、もし、はい、というわけで、ホットロッドカスタムショー前日搬入の様子でした。カスタムショーは明日12月1日の朝9時から、横浜桜木町駅が一番近いかな、横浜のパシフィコ横浜っていうイベントホールでやってます。で、明日しかやんないです。モーターショーみたいに、東京モーターショーみたいに、10日間とかね、やるものじゃないんで、明日1日のワンデーイベントです。チケット買えば当日何回でも出入りできるかな。3500円だか3800円ぐらいで、すごく並ぶので、まあちょっと朝一行ってみたくなった人は朝行って多少並ぶと思いますけど、チケット買って、ぜひね、見に行ってみてください。来年も、いつもね、12月のドアタマの日曜日なので、また来年も開催されると思うんで、まあ、今回行けなかった人は、YouTube とかね、Instagram とかで写真見て、そんなわけで、また、では。